塚本一平は、日本のフリーアナウンサー、ゴルフ指導者、愛知県出身。愛知県立西洋高等学校、関西学院大学文学部教育学科卒業。大学を卒業後、1992年4月に、福井放送に入社。報道制作局制作部に配属され、同局のアナウンサー兼ディレクターになる。同局には2000年7月まで在籍した。退社後、 2000年11月に渡米、パームスプリングスゴルフアカデミーに入社し、通訳の仕事をしながら、ゴルフ理論を習得する。2001年2月には、ゴルフティーチングのプロ資格である、ユートジーテフを取得し、人を指導する立場になる。それから5ヶ月でスカを退社し、ロサンゼルスでゴルフを中心とする活動を展開する。また、2001年9月から2002年11月まで、 ブリッジ USA ラジオステーションの契約アナウンサーも務めていた。2005年4月に帰国し、同年5月からツーサムゴルフスタジオの講師を務めている。日本でもアナウンサーとしての活動を続けており、2009年からは行島企画室と業務提携という形をとっていたが、後にボイスガレージ所属となる。ありがとうございます。